9月4日日曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図を確認していきましょう。明日は台風11号がゆっくりと北上し、先島諸島を通過していきます。ただ台風の動きが遅いため、南西諸島周辺では荒れた天気が続きます。また本州付近には前線が停滞します。台風11号が暖かく湿った空気を配給して、局地的に雨が強まる恐れがあります。では明日の天気分布予想を確認していきましょう。明日は沖縄では雨が降りやすいお天気が続きます。土砂災害や道路の冠水、河川の増水にもお気をつけください。風も強まるため、屋内で安全にお過ごしください。また九州でも雨が強まり、雷を伴う可能性があります。四国、中国地方から東北にかけては日差しが届いても局地的な強い雨に注意が必要です。北海道は日差しが届いてお出かけ日和となりそうです。では明日の14時の予想気温を確認していきましょう。明日は西日本や東日本の日本海側を中心に気温が高くなり、30度以上のところも多くなります。熱中症にお気をつけください。以上、全国のお天気をお伝えしました。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからも詳しく確認することができます。